2020明治安田生命 J3 リーグの第14節です。前節勝利、秋田が再び連勝街道を突っ走るのか、それともセレッソ大阪 U23 4節以来53日ぶりの勝利を首位の秋田から挙げることができるんでしょうか。では未だ負けなし首位のブラブリッツ秋田のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは田中雄大、フォーメーション 4-4-2、 フォーバック右から加賀、千田、ハン・ホガン、鈴木純也、ボランチ2人、今日は江口と下沢、右にセレッソが古巣沖野、左に茂、そして今日ツートップは林と沼津から新加入の田中直樹が初出場初先発です。セレッソ大阪 U23 のメンバーです。ゴールキーパーは2試合連続の先発長石、こちらもフォーメーション予想は 4-4-2、 フォーバック右から吉成、大橋、田平、島村、ボランチ2人が松本と岡澤、右に西村、左に今日は西本先発復帰です。ツートップはともに西登録の選手、新保と前田となっています。加賀のロングスロー、ニアで田中が触る、鈴木こぼして外から重野シュート、股を抜いたか、ここはよく守ったセレッソ U23、 シュートは重平が打っていきました。最後のブロックは西登録の大橋でした。ファーエッチな回答、タイミング合いましたがコースには飛びませんでした。鈴木純也の左足のヘディング、シゲー、まだあるか、ニアでシゲが触ってのヘディングシュート、鈴木純也大きく前に弾いて、ここに田中直樹、ファールはない、後ろから奪ったのは下沢、中へ、さあ林いいコントロールした、前向いてシュート、ブロックは田平か、まだある、加賀のシュート、秋田出身加賀健一のシュートでした。中には林が要求している、重のクロス、少し強さが足りませんでした。もう一度鈴木純也、こぼれている、重のシュート、思い切って打ちましたが大きく外れていきました。ファイのボール、ハンホガン、キーパー長石止めました、ビッグセーブ長石、秋田のコーナーキックはドンピシャでしたが見事なセーブ長石匠。少し足が滑った江口、江口のクロス、ヘディング、フラッグ上がっている、46番田平です。その田平を狙ったボール、田平折り返す、クリア、シュートを打つ、西本のシュート、右へ展開、鈴木クロスが入る、ニアサイド、青島スルー、もう一度キーパー長石です。シュート打ち切れませんでした。ここから1点を奪いに行きたいのが首位の秋田、一方で外からの攻撃、吉成のクロス、ゴールに向かってくる、触れません。後半は風下、少しボール戻されます。さあお見合いになって秋田、セレッソユニーさん、松本から前を見てシュート、クロスバーの上、最後は山内のシュート、復帰してきてのゴールはまだありません山内。跳ね返す西村、こぼれてまだワンプレーあるか、青島中へクロスが入る、ハンホガン、そして
試合終了のホイッスル。決め切ることができませんでした。首位秋田。第14節ブラウブリッツ秋田対セレッソ大阪 U23 は0対0の引き分けとなりました。